横断少年団、コマイケル・ジャクソン追悼曲のオファーを辞退。光栄だが、参加は難しい。写真イコールビッグヒットエンターテイ。メンと防弾少年団がコマイケル・ジャクソンの追悼曲の要請を受け、再び、グローバルなグループ、としての地位を誇った。しかし他のスケジュールのため、参加は難しいという立場を明らかにした。横断少年団が所属するビッグヒットエンターテインメントは本日、19日、応戦。最近、コマイケル・ジャクソンの追悼曲に参加してほしいという要請を受けた。この要請を受けたことだけで大変光栄だ、と明かした。続けて、しかし、残念ながら間もなくアルバムが発売されるとともに、ワールドツアーコンサートも控えており、参加は難しい、と正式な立場を発表した。コマイケル・ジャクソンレーベルの代表だったジェリー・グリーンバーグは8月29日、マイケル・ジャクソン誕生60周年を記念し、追悼曲を準備していると明かし、防弾少年団を同プロジェクトに招待したという映像を投稿した。防弾少年団は8月24日、リパッケージアルバム、Love Yourself You, Answer を発売する。同アルバムは19日、アメリカ時間、Amazon で予約販売を開始し、手から1日で CDS&ビニール部門でベストセラー1位になった。防弾少年団、24分の8リリースのニューアルバムが米アマゾンで発売前に1位を記録、防弾少年団。コカ・コーラのスペシャルパッケージを発売、メンバーの魅力を活かした異なるデザイン7種。